私はそんな大層なものではない。侍女を置くのは初めてだから、勝手がわからぬだけだ。それではまだこちらに置いていただけるのでしょうか。お主、ここにいたいのか。だってニャンニャンを一人にするのは心配ですもの。ニャンニャンはずっと張り詰めておいでです。毎日随分とお疲れでしょう。ニャンニャンが髪を染めてらっしゃることは知っています。でも私も工業さんも決して誰にも漏らしません。ですからここの中ではもっと気を抜いてくださっていいんですよ。